まあ振り返る、そうですね、終わったことなんでなかなか振り返ってもしょうがないですけど、まあ、振り返って言えることは、まあ、やっぱり大学生に敗退したっていうことは非常にチームとしては、まあ、残念なことだというふうに思います。どのようなことができたっていうよりも、スケジュール的には、まあ、チームの、活動停止っていうことがあって、それが5月2日からです。でそこから、9人ないし10人が、まあ、トレーニングに参加するような状況の中で、まあ、当然数日休んでるので最初からそう通常のトレーニングができる状態ではないので、まあ、そこから、何日かで、まあ、選手が少しずつこう、まあ、戻ってきながら、まあ、いられたので、まあ、そういう意味じゃその試合に出る10人で、今日でも控えには入れてますけど、彼らも昨日おとといに合流している選手もいますし、まあ、実際やれる選手っていうのは本当に10人くらいの状況だったので、まあ、そういう中で、まあ、いろんなこう外の力を借りながらサポートしてもらいながら、まあ、なんとかやれてたかなという状況だろうと思います。課題はメンタルじゃないですか。まあ、僕のハーフタイムは、とにかく焦るな、45分あるし、延長行くと、まあ、30分含めてあると、なので焦るなという話はしたんですけど、もう後半は少しバタバタですね。2点目取られて3点目取られて、まあ、その辺はもう正直言うとコントロールがうまくいかない、そんな現状だったんです。まあ、4枚のところは、まあ、今の質問で言うと4枚のところまでは僕の判断でやりました。で、雄大があったことに関してはちょっと選手の中で少し勘違いがあったような感じ で結局それを3点目の失点にした。まあ、2点、その4枚にしたっていうのは、まあ、やっぱり肩のところにボールが前半も入ってましたけど、両脇の選手のサポートがかなり遅いということがあって、まあ、2点取られた状況だったので、だったら厚み作りたいということで、まあ、翼を入れて、まあ、でもその後時間帯を含めるとあまり選手たちのその、まあ、多分これは言い訳、全く僕は言い訳はしませんが、やっぱりその練習の足りなさという部分で、まあ、かなり今日も暑かったですし、頭の脳の温度が上がりすぎて、多分判断力がかなり失われてしまったという中でプレーしてたというふうに思うので、まあ、その辺は少しコロナの影響があったというふうに思います。まあ、ただそれはもう全く関係ないので、まあ、チームを離れて相当な日にちが経ってますし、まあ、正直言うとそこまでこう特別視というわけではないんですけども、やっぱり他のスタジアムの中で比べれば、例えば自分が在籍したチームでやったということもあったので、やっぱりまあ懐かしさはありますけど、まあそれ以上は特にはないです。まあまだちょっとそこのリーグ戦に関しては、まあ、こんなゲームやってたらまずいので、そこは、頑張らないといけないのと、まあでも、
こういうゲームはちょっとやっぱりあの時間の問題も含めてちょっと仕方がないって言ったら仕方がないかもしれないですけども、まあ、ただ本当にやっぱり、まあ、こういうゲームをあの繰り返さないようにしっかり、まあ、立て直さないといけないというふうに思います。どうもありがとうございます。それでは高木監督の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、相模原さんがなかなかね、状況が難しい状況だった中、まあ、うちはベストのコンディションでしっかり戦うことができたっていうのがまた一つ、それはうちが優位な部分だったんで、ただまあ学生として、まあ、プロ相手にしっかりハードワークをして、守備のところでしっかり圧倒して、まあ、相手はプロのチームなんで、何回剥がされても追うっていう、で相手の、ね、守備からいいゲームをっていうところで、うちは切り替え、球際、ハードワークっていうところを、絶対にそこではどこにも負けないようにやってるんで、そこでしっかり上回れたっていうのは、学生らしくてよかったなと思います。そうですね、今、楠木がすごく成長してて、今、彼をサイドでね、しっかり張って勝負して、で彼は守備もやって戻ってきてっていうハードワークできるようになってきたところで、彼がこうやって1点目をね、守備から、いい守備から、ゴールを奪うことができて、彼にとってすごく自信になったなと思います。で、2点目もうちの守備からの、ゴールだったので、そういった意味でやっぱりみんながね、いい守備をしていいゲームを作り上げたっていうところは、学生たちの学生らしいひたむきな戦い方ができて良かったと思ってます。やっぱり、ね、チームメイトが亡くなるなんてこんな悲しいことはないというか、まだ20歳で亡くなるなんて、もう親御さんも今日見に来てくれてたんです、準決勝も来てくれてたんですけど、悔しさ以外ない、ただ、我々が一回出すことができない、ただ彼にできることっていうのは、彼のために戦うこと、だから彼を、ユニフォームを、ね、掲げるしかできないですけど、まあ、天国で見てるであろう、彼に届けばいいなっていう、こういうタイトルを一個一個、彼に捧げるわけじゃないんですけど、まあ、彼に捧げるつもりで。しっかり戦っていけたらなと思います。悔しかった彼の思いを背負って戦っている分、我々は強さというのが出てきているなと思います。まあ、彼は分析、もう中学校2年生の時に骨肉腫っていうがんで、そこでもう手術をしてサッカー部だったんですけど、サッカーできなくなったんですよ。でもサッカーが好きで、もうサッカーに関わるために何をすればいいのかって、でそこで分析ところで彼は道を見つけて、まあ、彼はガツガツしてたんですよ。分析とかそうやってチームのスタッフって遠慮するじゃないですか。全然しないです。もうガツガツこういうことしたらこういうのどうですか、こんなどうですかって言ってどんどん提案してきてくれて、で、まあ、高校でも分析をやって、で大学に来て、で分析したいって言って一般で入部して入ってきてくれて、で、まあ、相手チームの分析もそうで、自チームの分析も動画をもうずっと寝る時間を惜しんで見て、で編集してみんなで提案してくれて、で、まあ、まだまだだったんですけどね、まだまだ18歳19歳が作るものだったんで、これから多分彼はもうガツガツしてたからどんどん吸収してどんどん成長するはずだったんですよ。だからみんな彼がハーフタイムとか降りてきて上から見ててこうだったっていうのをハーフタイムに選手たちに伝えて、先輩たちに伝えて、でそれを先輩たちも、彼の情熱が先輩たちを納得させるっていうか、それでみんなそうだねって言ってハーフタイムで彼がチームを改善したりとか、そういったこともありました。だからそうやって情熱を持ってチームに関わってくれた仲間がこうやって亡くなったことで、みんな本当に悲しかったですけど、悲しみにしっかり乗り越えて、じゃあ彼のために何ができるか、戦うことしかないので、そこをしっかりみんな意識して、その意識するためのものがまたユニフォームだったり、彼の魂がここにあるっていうような戦い方をしっかりやってくれてるんで、喜んでるのかなと思います。
はい、本来のこと3年生だったんですけど、去年の夏過ぎぐらいだったかな、もうだから骨肉腫のがんの転移が見つかって、でそこで手術して、あの抗がん剤なんかの治療でもちょっとうまくいったんですよ。1回余命宣告もされたんですけど、年末に余命宣告消えました。もう寝たきりで全然動けなかったんですよ。もう目もちょっと見えなくなってきたって言って、それが余命宣告消えましたって言って、1回だけ学校来て、チームの練習も来て、でみんなと話して、でもやっぱり転移が見つかって、あのもう手も残しようがないっていう、ただ最後までね、あの治療もう本当3日前とかぐらいまで、多分うちの分析のもう一人の分析のリアン・リノっていうやつと LINE でやり取りしてたりとか、あの多分 LINE 打つことぐらいしかできなかったと思うんですよ。でもそれを最後までやって、チームに最後まで関わろうとしてくれたんで、まだ LINE に彼は残ってます。で、亡くなった後はみんなその LINE にコメントがすごいこう集まって、みんなが送ってくれて、でお父さんがね、たけしに読み上げてくれたりとかしてくれたんです。お亡くなりになられたのは先月の4月の17日かな、うん、もう本当一戦一戦勝っていきたいです。もうなんか先は決まってないですしね、まだ札幌までしか決まってない、その後の対戦とは分かんないですし、で札幌なんか J1 ですから、まあ、本当に2年3年前か一周東京とできて、でその前ベルマーレとできて、で山根なんかがそうやって活躍したことでベルマーレに入れて、でフロンターレに行って、で日本代表までになってっていうストーリーを私たちは持っているので、そのモデルとなる選手がいるの で、まずは次勝ってコンサドーレと試合が、ね、できればと思ってます。で勝ったら次またコンサドーレにどう勝つかっていう、まあ、勝つってそんな簡単じゃないと思いますけど、私たちは学生として全力を尽くすだけなんで、結果として勝つことができれば、ね、周りの皆さんにも評価してもらえますし、もちろんコンサドーレ札幌も評価してもらいますし、応援してくれる人たちが喜んでくれるんで、今日の子どもたちとかね、スクールの子たちがたくさん見に来てくれてて、ものすごい喜んでくれてたんで、そういった意味でもしっかり戦って、勝てればいいですけど、もうしっかり戦うことが目標です。結果、勝てば嬉しいです。みんな各、ね、高校サッカー選手権とか GS とか、そういったところで、名を馳せた選手たちが来てくれるんですけど、そこで調子に乗ることなく献身的にひたむきに戦うことができてるんですね。みんなすごく性格がいいんですよ。やっぱ性格がいいっていうのが本当に伸びる秘訣というか、で、まあ、神奈川県は J リーグチームが2つあるんで、まあ、天皇杯出るためには J リーグチームに勝たなきゃいけないんですよ。でも彼らは J リーグを目指してる選手たちなんですね。だからJリーグチームに負ける選手っていうのは J リーグで呼ばれないですよね、子としてもチームとしても。だからそういった意味で彼らの目標である J リーグチームに、チームが負けるかもしれないんですけど、子としてやっぱり負けてたら呼ばれないと思ってるから、やっぱり子としては絶対勝たなきゃいけないですし、でずっと言ってるのは、11人の強烈な個性があれば負けるわけがない。初代風間監督もずっと言ってた言葉なんですけど、私その時選手だったんで、11人がそれぞれ1対1なので上回ってるチームが戦術で上回るような選手とかってありえない。そうやってうちは本当に個性が11人が一人一人が1対1で常に勝ち続ける、そういったチームを目指しているので、それがプロであろうが何だろうが、そこで負けてるようではプロになれないので、彼らが目標とするところを掴むためには、こういった試合でも強烈な個性をしっかり出していく11人じゃないと戦えないと思っています。で、まあサッカーはね、今日は19人だったんで、19人が誰が出ても一人一人が個性として上回れるようなチームを目指しているので、今日はしっかりそこをみんながこう目指してくる、上松さんどうかわかんないですけど、そこをしっかり目指して戦ってくれたことが勝因なのかな、まあ、強さの理由というか、まあ、そんな大層なものじゃないですけど、みんなね、日本一を取りたいとか、天皇杯決勝で優勝したいとか、推しにうちの大学に来てるわけじゃなくて、
プロになるためにうちの大学に来てるんで、なのでそういった個性を伸ばすことを私は手伝いできればな、その結果として日本一だったりこうやって神奈川県のチャンピオンというのがついてくればいいのかなと思います。あの人間性がない選手の人材っていうのは何やってもダメだと思います。だから彼らはサッカーを通じて人間力を育てているところで、だからサッカーだけ上手いっていう子は評価しないですし、チームのために何ができるのか、出てる選手、出てない時に何ができるのかっていう、とにかく人として、ね、評価ができないと、サッカー選手としても伸びないですし、サッカー選手なんて30で終わりですから、30歳で現役終わった後チームに残ってくれとか、どこにここに来てほしい、欲しいっていう人材にならないとダメだと思ってます。だからサッカーっていうのはもちろんみんなプロを目指してるからプロになれるように私は応援してますけど、サッカーを通じて人間力を育てないと、サッカー選手である前に一学生で一人材なんで、これは私がサンフレッチェ広島にいた時に、もちろん高木監督もいらっしゃった時に、今西和夫さんが岐阜の社長とかになる、サンフレッチェの GM とか社長とかやられた今西和夫さんがおっしゃってたんですけど、サッカー選手である前に一人材であれ、一社会人であれ、一高校生であれっていうことをおっしゃったので、その教えを私も実践してる、真似してるだけなんです。でもやっぱり人として評価されないとチームとしても応援してもらえないですし、人にファンがつくんで、その人に人が応援してもらえるような人材になってもらいたいと思っています。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。すいません、調べてくれちゃって、ありがとうございました。11人は、まあ、しっかり練習もできてた11人でしたし、まあ、そこを練習でやってきたことをしっかり出して、まあ、相手は大学生で、僕もプロの大学生の時にプロと試合する機会があったので、そのアグレッシブさとかどうやって来るのかっていうのはなんとなく分かっててはいたので、まあ、そこに押し負けないようにっていうところと、あとはボールを引き出して攻撃にテンポとかアクセントをつける動きを意識しようと思ってプレーしました。まあどっちもではあるんですけど、その相手 そのアグレッシブさに負けないように自分たちもガツガツいくってところは、まあ、当たり前としてやらなければいけないところですし、それプラスアルファ、まあ、その3人で定位置に立って、まあ、スペースに立ってで相手を引き出したりっていうところでスペースに走ってっていうところを意識は練習からしてました。まあ先ほども少し言ったんですけど、その距離感がちょっと遠いっていうのがあって、まあうまく受けれてもその次に出す人がどうだったり、その出してと受けての意図が合ってなかったりっていうのがあるのと、まあ、うまくウイングを有効的に使えなかったっていうのが、まあ、3人で崩すっていうのはもちろんなんですけど、それそうですね、まあ、忘れるなとは言われましたけど、やっぱり負けている状態だったので、このまま試合が終わってしまうわけにはいかないとは、まあ、みんな思ってたと思うので、その中で前に前にだけ行くんじゃなくて幅を使いながらとか、まず3人目とか3人目を置き出しとか、あとはスペース見つけ出してポケットで受けてもらえるとかっていうのを、まあ場面場面に応じて全部がそういうパターンにはまった攻撃だけじゃなくて、相手見ながらスペースに立って前向いてっていうのが、まあ、できてなかったですし、まあ、そこまでボールが来なかったっていう、まあ、うまく
まあ、自分たちのその顔出すところが悪かったとかもあると思うんですけど、っていうのがあるんで、まあ、前の3人で攻撃するのはもちろんですけど、まあ、受ける時の立ち位置とか、ディフェンスラインがパス出す時の出しやすいところに立ってあげるとかっていうのが、まあ、全然足りなかったなと思います。簡潔に言うと、自分の責任だったり、前の選手の責任だと感じます。で、まあ、具体的に言うと、まあ、真ん中を固められた中で、まあ、サイド有効的に使ってクロス上げるところだったり、そこに自分たちが飛び込んでいくっていうのも、自分もそうですけど、もっとできたと思いますし、そこのスプリントっていうのは、まあ、チーム全体としてもっと本数を上げるべきだと思いますし、ボール回すだけじゃなくて、ゴールに向かうプレーっていうのが、あんまり多くなかったっていうか、多分相手はそこまで怖くなかったと思う。まあ、来週に向けて、しっかり時間を使ってそこは突き詰めていかないといけないと思います。まあ、メンタル面としては、まあそうです。2点取られてからは、しっかり、1点目はしっかり自分たち取るっていうところを意識 して、まあ、前がかりにはもちろんなっちゃうとは思うんですけど、その中でも、冷静さっていうか平常心を失わずに、まあ、自分のやるべきところに立ってでボールを受けてで、まあ、前の攻撃的な選手プラスワイドの2人で、まあ、しっかりまずは1点を決めるっていうところを大意識してはやったんですけど、まあ、あんまり有効的じゃなかったという選手だと思います。そうですね、まあ、試合、天皇杯の試合もリーグ戦の試合もスタッフの見方とか評価基準は変わらないと思う。まあ、もちろん天皇杯だからといって抜いてる選手はいないですし、その各ポジションに立った選手がそのポジションでやるべきことを天皇杯でもリーグ戦でも練習試合でもやるべきことは同じだと思う。まあ、そういう面に関して言うと自分自身は前回は立ち位置も取れてゴールの展開数が多かったんですけど、まあ、この試合で言うとあんまりボール触る機会も多くなかったですし、まあ、関わっていってもボールがうまく引き出せなかったりというところがあって、本当にそこは自分の責任だと思います。まあ、天皇杯は終わっちゃいましたけど、リーグ戦は続くので、まあ、そこにを意識してやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは、まあ、会見を終了します。ありがとうございます。ありがとうございました。東洋横浜大学主将をやっています、中野修斗です。ありがとうございます。今日3対0での SC 相模原の、大金星というか勝利収めた率直な感想をお願いします。そうですね、やる前から J3 ということで、うまいチーム、自分たちより格上のチームですけど、まあ、視界入りから自分たちのサッカーをして、勝利しようという強い気持ちがあったからこそ、結果につながったなというふうに思っています。まさか3点取れると思いました？いや、そうですね、そんな得点がなかなか奪えず難しい展開になるっていうふうに考えてたんですけど、攻撃陣がああやって多くの得点を取ってくれたので、まあ、守備陣は無失点で終われたっていうのは、チームとしてもいい結果だったのかなっていうふうに思います。本大会に向けて、1回戦とりあえず勝ち進めば次コンサドーレ札幌とやることになると思うんですけれども、そこに向けてどんな準備をしていきたいですか？そうですね、まずコンサドーレ札幌とやるためにもまず1回戦東京都代表とやるっていうことなので、まず目の前の相手をしっかりと倒して、まあ、その先にJ1 でいうコンサドーレ札幌と試合をして勝てるようにまたいい準備をしていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。で、
僕天皇杯の準決勝の時から実は近くでカメラ回させてもらってまして、はい、選手がこう入場の前にグッハイタッチをして入ってくる時にこのユニフォームを持っていらっしゃって毎回カメラに向かってアピールをしてくださってたんですけれども、このユニフォームってどういう意味があるんですかね。そうです、当院の分析官でタキシっていう子がいたんですけど、うん、ちょっとガンの方で亡くなってしまって、まあ、その子の思いを背負って毎試合毎試合戦ってこのたけしを日本一にしようっていう目標が今年もあるので、まあ、その思いを背負って毎回入場の時はこれを持って入場しています。いやこれ、今年もこれからもずっとたけしさんと共に戦っていくっていう気持ちでやってるっていう。そうですね、はい、たけしの思いを背負ってこのチームをたけしを日本一にしたいなっていうふうには思ってます。ありがとうございます。緊張してますか？あ、緊張してます、はい、今日無失点での勝利、プロ相手に3対0と完封での見事な勝利だったと思いますけども、素直な率直な感想いかがでしょうか？まあ、やっぱり後ろがゼロで抑えれば、まあ、試合前も監督は言ってたんですけど、その絶対前は点取ってくれるって言ってくれたんで、まあ、自分たちは我慢強く焦らずにしっかりゼロで抑えられたのは良かったのと、まあ、自分の出来としては、まあ、やっぱりこれからプロになるってなった時に、まあ、全然完璧なプレーはできてなかったんで、そのロングボールの質だったりっていうのをもっと高めていくことをこれからやっていきたいなっていうのを思います。昨年は大阪桐蔭横浜大学の FC の方で関東リーグで社会人のサッカー選手と試合をずっとしてきたと思うんですけれども、今日 SC 相模原プロですね、そして、その大学生と今試合をやったりとしてあると思うんですけれども、昨年1年間のその戦いで今に生きているものってどんなことがありますか？やっぱり社会人でプレーした時はやっぱりずる賢いサッカーをしてくるんで、やっぱりなんか大学とは全然違う強度というか頭の使い方をその試合展開で考えなきゃいけないっていうのがあったんで、まあ、そういうところが今日の試合にしっかり生きてたのかなっていうのは思います。これから本戦ですけれども、1回戦から、天皇杯本大会があると思いますけれども、意気込みをお願いします。まあ、やっぱり、まあ、自分たちはコンサドーレとやりたいっていうのを言ってたんですけど、まあまずそれやるためにはやっぱりその前の東京代表とやらないといけないんで、まあ、そこをしっかり一戦一戦しっかり勝って、でコンサドーレに行きたいと思います。ありがとうございます、はい。